ただいまより、名古屋市地球温暖化対策計画書制度の見直しにかかる説明会を開催いたします。本日はお忙しい中、説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。本日の進行を務めます、名古屋市環境局脱炭素社会推進課の常川と申します。よろしくお願いいたします。それでは本日の進行についてご説明いたします。 はじめに注意事項をご説明しました後、説明会を実施いたします。その中でお時間の許す限りいただいたご質問にお答えできるよう努めてまいります。そして説明会終了後にアンケートのお願いをさせていただき、閉会となります。続きまして、本説明会に参加するにあたってのお願いです。説明者への質問がございましたら、 チャットに投稿してください。なお、お時間の都合上、チャットに投稿いただいたご質問の全てには対応できないことがありますので、ご理解のほどお願いいたします。また、説明会への接続などのお問い合わせは、メールまたは専用携帯電話までご連絡ください。メールアドレスおよび電話番号は、事務局よりお送りしたメールに記載してあります。 チャットの使い方についてご説明いたします。画面下部のチャットのアイコンをクリックすると、右側にチャットが立ち上がります。質問を入力して、エンターを押すと送信されます。スマートフォンまたはタブレットでご覧の方は、画面に軽く触れていただくと、 画面下部にチャットののアイコンが表示さされます質問を入力の上送信してくださいそれでは開会にあたりまして名古屋市環境局脱炭素社会推進課長の森よりご挨拶申し上げます本日はお忙しい中名古屋市地球温暖化対策計画書制度の見直しに係る説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。 名古屋市環境局脱炭素社会推進課の森と申しますさて国では国全体の温室効果ガスを2030年までに2013年度比で46%削減する目標を掲げておりますこうした目標背景にエネルギーの使用の合理化等に関する法律通称省エネ法と言われておりますがあるいはですね、地球温暖化対策の推進に関する法律こちらにつきましては 通称地球温暖化対策推進法あるいは温帯法と言われておりますけれどもがこの数年の間に改正をされました本市の地球温暖化対策経過縮小制度につきましては国の制度に準拠したものとなっておりますが本市の制度につきましても内容の一部を目直しさせていただくこととなりました温室ガスの削減にあたっては まず使うエネルギーですねこちらをいかに減らすかという省エネが重要でございますその上で使う必要があるエネルギーにつきましては再生可能エネルギーの導入など非化石エネルギーへの転換を図っていくことが必要であります国の,省エ,ネ法の省エネ法等の改正の趣旨といたしましてはこれまで以上に非化石エネルギーを使っていくための実績報告 あるいはですね、目標設定など、こういったものが趣旨となっております本日の説明会では、本市制度の内容的な見直しについてご説明をさせていただきましてその後、ですね、省エ,エネルギー指導員より最新の省エネ事例についてご紹介をさせていただきたいというふうに考えております本市では、名古屋市地域温暖化対策実行計画2030の作成公表を この3月末に予定をしておりますこの計画におきましては、本質の温室効果ガスをです、ね、2030年度までに国の目標を相回ります2013年度比で52%の削減を目指すこととしております。温室効果ガスの大幅な削減は、特定の代価が行えば実現されるものではございません。全ての人、主体がですね できることから取り組むことで初めて実現されるのでございます。本日お集りい,いただきました皆様とともにですね、本市におけるカーボンニュートラル、あるいは脱走社会の実現に向けて、頑張ってまいりたいと考え,おります考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。簡単ではございますが、開会の挨拶をさせていただきます。本日ははどうぞよろししくお願いいたしますそれでは 説明に入ります前に、事前にお送りしています資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、地球温暖化対策計画書制度改正後条例規則一覧、計画書制度様式案一式の2点となります。それでは説明に入ります。名古屋市環境局脱炭素社会推進課、 事業活動推進係長の小野上より制度の見直ししについいててお話しさせていただきます後ほど質問に対する回答のお時間を設ける予定ですので、質問がありましたら随時チャットにてお寄せください。え皆さん、こんにちは。えー、名古屋市役所環境局脱炭社会推進課の尾上と申します。えー、本日はよろしくお願いいたします。えー、本日の,です、ねあの温えー、地球温暖化対策計画制度の見直しにかかる説明会という形で、 えー、私の方から、ですね、あのー、今回の計画書の制度にあ、えー、り足り,り,り,りました、えー、地球温暖化の現状から背景の部分から説明させていただきまして、であと、えー、計画書制度の今回の改正の中身の概要、またその後、えー、手続きなどにつきまして、えー、順次説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。えー、それでは、ですね、あのー、計画書制度の入る前にですね、 その背景となります地球温暖化や気候変動につきまして説明させていただきます世界の平均気温は2020年時点で1850年から1900年いわゆる産業革命頃の前に比べましてすでに1.1度ほど上昇していると示されておりますその影響もございまして世界的な豪雨や熱波、干ばつ、海面上昇などのように顕在化しておりまして まあ世界中さまざまな社会生活、経済活動などに影響を及ぼしているところです。まあ日本もですね、皆さんあの最近言葉でよく聞きますギリラ豪雨だったりとか、まあ普通の台風でも強い台風が来たりとかですね、まあこういったのも地球温暖化の影響ではないかというふうに考えられております。また去年の夏ですね、記録的猛暑となったことは記憶に新しいかなと思います。あちらにつきましてはまあ海面上昇 海面の水温がです、ね、高くなるエルニーニ現象が要因と言われておるんですけども、今後、地球温暖化が続いた場合、ですねあ,れあのぐらいの暑さが当たり前みたいになるような時代が来るのかも、今後なるかもしれませんここからですね簡単に地球温暖化に関する世界や国の動きについて説明します。 えー、2015年のパリ協定をきっかけにです、ね、カーボンニュートラルや脱炭素などの動きが加速化しました。えー、パリ協定では、えー、国連気候変動枠組み条約締、えー、約国会議、えー、いわゆるでで、ねえー、COP21 で採択されました、えー、地球温暖化に関する国際的な枠組みでございます。えー、パリ協定では、えー、温室効果ガスに関する世界的な取り決めが示されまして、 平均気温上昇を2度未満、できれば1.5度に抑えましょうと、抑える努力を追求することとなりました。その後も、ね、IPCC から出されました1.5度特別報告書におきましても、カーボンニュートラルを進めていく必要があるということだったりとか、グラスゴー気候合意ではです、ね、国連の加盟国みんなで,です、ね、平均気温上昇を1.5度。 抑えまししょううといい努力を追求していこうというう合意が捉えておりますこういった世界的な温暖化対策、カーボンニュートラルに向けた動きが進みまして、日本としてもです、ね、進めていくというところで、2020年の10月にです、ね、菅元首相が2050年度までにです、ね、脱炭素社会の実現を見渡すカーボンニュートラル宣言を行っております。 その後、2021年の気候変動サミットで,です、ね、2030年度までに温室効果ガスの排出46%削減を表明をしております。さらに地球温暖化対策推進法が改正されて、基本理念に2050年脱炭素社会の実現が法に位置づけられております。2021年にはです、ね、国の地球温暖化対策計画が改定をされまして、46%削減が掲げられております。 今、お話ありました中で、ですねあのカーボンニュートラルという言葉が出てきましたが、こちらのについても簡単にお話しさせてもらいたいなと思います。カーボンニュートラルとは、ですね二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量から、ですね植林などにある吸収量を差し引きまして、合計を実質的にゼロすることを意味しております。こちらのイラストが分かりやすいかなと思っております。右ですね 何が表しております。二酸化炭素を排出の要因となっております化石燃料の使用はですね、主に電気、ガスなどのエネルギーを使うことで発生するものでございます。電気やガスなどを使うのをまあ全部やめるということはまあ当然あの非常に困難なもんですからものですから省エネなどの取り組みでですね、できるだけ温室効果ガスの排出を削減しまして、どうしても発生する CO2 については。 森林などによる吸収量で補うという考え方がカーボンニュートラルと言いまして、そのカーボンニュートラルを実現した社会をです、ね、脱炭素社会というふうに呼んでおります。では現状、本市の温室効果ガスの排出状況はどうなのかというところでですね。 えー、こちらがですね、あのー、本市の温室効果ガスの排出状況、えー、2013年度と2020年度をそれぞれ、えー、排出状況を示したものでございます。2013年度の基準年と比べまして、えー、2020年、現況ではです、ね、約21.5% 21. が削減されております。ただですね、現状の排出量のうちです、ね、約半分が、まあ、事業者関係、オフィス、店舗や工場、また、えー、と業務用車などですね、 から排出を占めておりまして、こちらの削減が必要というふうになっております。そこで、ですね、こうしたことから2050年のカーボンニュートラル達成に向けましては、事業者の皆様の取り組みが非常に重要というところでございます。あのぜひ、あの今、後ほど出てきます計画書制度にもで関係があるんですけれども、 えー、事業者の皆様にお願いしたいことが2つございまして、1つが限りあるエネルギーを効率的に使う、まあ、省エネの徹底をしていただきたいこと、もう1つは限りある資源である化石エネルギーではなくてです、ね、いわゆる太陽光といった自然界に常に存在するエネルギーである再生可能エネルギー、再エネです、ね、の導入を進めていくことでございます。 えここからです、ね、あの見直しにも関係します、懇、え、談、ー、計画書制度の,です、ね、あの前提というか背景になっております、えー、省エネ法と温帯法について簡単にお話しさせていただきます。えー、省エネ法は2 0 2 0年に改正されまして、えー、法律面も変わっているので、それは後ほど説明させていただきますが、このスライドはえと旧法の古い法の説明になっております。 燃料資源の有効な利用の確保に資するためにです、ね、工場、輸送、建築物などにつきまして、エネルギーの使用の合理化などを総合的に進めるために、必要な措置を講ずることが、この法律の目的となっております。化石燃料に依存するエネルギーの需給構造を改善することを目指すと。 いう形でですね、えー、目指しておりまして、えー、省エネ法で定義するこのエネルギーっていうのはですね、旧法改正前におきましては、えー、石油などの化石エネルギーと、えー、それを熱源とする熱電気が対象となっております。えー、改正後はえー、っと非化石エネルギーも対象となっておるのでご注意注意が必要になっております。そちらにつきましてはまた後ほど説明させていただきます。 続いてです、ね、地球温暖化対策の推進に関する法律、いわゆる温帯法につきまして、説明させていただきます。地球温暖化防止をです、ねえー、失礼しました、地球温暖化対策を進めまして、温暖化を防止することが人類の共通の課題としてまして、温室効果ガスの排出削減を促進する措置などによりまして、地球温暖化対策の推進を図ることを目的としております。 こちらではです、ね、ここにちょっと書いてないんですけども、温室効果ガス排出量の算定となります、対象の活動だったりとか、排出の係数を設定しております。こちらにつきましても、温帯法改正をされまして、中身が変わっておりますので、それを踏まえた今回、計画制度となっております。失礼しました。 えと次まして、その改正ですね、どういったところが変わったのかというところを今回のこのスライドの中で説明させていただきます。それぞれですね、脱炭素社会、カーボンニュートラルに向けた流れを踏まえまして、改正を行っております。省エネ法は、ですね法律名も変わっておりまして、エネルギーの使用の合理化および非化石エネルギーへの転換に関する法律という名前でですね、 先ほど申し上げました、非化石エネルギーの導入拡大も目的の一つとなっております。併せて、非化石エネルギーも含めたすべての使用の合理化と、非化石エネルギーへの転換が求められることとなっております。さらにですね、電力の需給と供給のバランスを保つためにです、ね、デマンドレスポンスなど、電気の需要の最適化を図ることが求められることとなりました。 また、温、え、帯、ー、法につきましては、温、え、室、ー、効果ガスの排出削減あ、先ほど申し上げました、えー、削減目標をです、ね、46%に引き上げまして、施工例を、えー、と今年度、国は改定しておりまして、えー、排出係数などの見直しが、えー、行われております。これらのです、ね、2つの法律の改正を踏まえまして、本市の地球の中対策計画書制度も見直しをすることとなりました。 えここからですね、温暖化計画書制度の中身について説明させていただきたいと思うんですけれども、えー、と念のため、ですね、あの温暖化計画書制度の概要につきましてもえ説明させていただきます。えー、同年度はです、ね、平成16年から、本市の環境保全条例に基づきまして実施している制度でございます。燃料、熱、電気、えー、の年間の使用量がです、ね、合計800キロリットル以上の、えー 事業所をです、ね、対象にです、ね、地球温暖化対策計画書の作成、届け出、公表を義務づけておりまして事業活動における自主的な取り組みを促しておるところでございます対象となるエネルギー種別は省エネ法、温室効果ガス排出量の3点につきましては先ほど申し上げました温帯法に基づいていることから それらの法律の改正を受け、こちらの制度も見直しをすることに至ったという形になっております。ここからの、ね、具体的にこの計画書制度の見直しの内容につきまして、説明させていただきます。主な見直し部分ですね、大きく5つあります。燃料種別の拡大、燃料別係数の見直し。 算定対象となる活動の見直しと非化石エネルギーへの転換、また電気の需要の最適化です。1つずつ順番に説明させていただきます。1つ目のは燃料種別の拡大になります。化石エネルギー由来の熱、電気などを先ほど説明させていただきましたエネルギーと定義しまして。 再生可能エネルギー由来の電気や熱といった非化石エネルギーですね、につきましては、エネルギーの定義に該当していなかったところでございます。今回、省エネ法の,です、ね、あの改正に合わせまして、こちら、のエネルギーの定義を拡大しまして、化石エネルギーだけではなくてです、ね、非化石エネルギーについても、この計画書制度の報告の対象となる枠組みに見直しを行いました。 表のでもともとはこの真ん中のオレンジだけだったのが、枠が広がりまして、右の非化石エネルギーのこの緑の部分も対象になったというところでございます。太陽光、風力、水力などで,ですね再生可能エネルギーや水素、アンモニアなどについても報告と対象となりますので、注意が必要にな,注意が必要になります。 また、えーと、ちょっと分かりづらいですね、えー、燃料種別として、自然熱というのがあるんですけれども、えーと、一部の熱はエネルギーに該当しないと除外規定が設けられておりまして、それが右ですね。えー、と対象となる、報告対象となるエネルギーにつきましては、太陽、ごめんなさい、えー、失礼しました、太陽熱、地熱、温泉熱、えー、雪氷熱が対象となりましたが、 常温との温度差に着目して、これらを区分しまして、窓からエネ差し込む日射熱や、風通しとしての待機熱といったものは除外されております。これはいずれもです、ねあの、改正のされました省エネ法に基づいて見直しをしているところです。続きまして2番目ですね、2つ目は燃料別の係数の見直しになっております。 どの程度エネルギーを使用したか、主便質によらない使用エネルギーの総量として、こちらのカッコ1の右,上右側ですね、原油換算によるエネルギー使用量を算出しております。こちらの計画書、共同の計画書でもあの出し計算して出していただいているところでございますが、こちらの原油換算エネルギー量エネルギー量を算出にするにあたりまして、必要な真ん中の熱量、 をまず計算をしてから、その後原油換算エネルギーを量に換算をするものでございますが、この真ん中のです、ね、熱量を計算するにあたりまして、使用しているエネルギーの種別ごとに、さらに左ですね、異なる換算係数をかけて算出をしてい,るおりますしていただいております。こちらの係数がですね、今回の省エネ法の改正に合わせて、係数が変更になります。 また、二酸化炭素の排出換算につきましても同様にです、ね、真ん中下ですね、熱量を換算するときの排出係数が変,変更しまして、エネルギーから熱量に換算するときの排出換算係数が変更になりまして、さらにです、ね、二酸化炭素排出量を計算するときの係数についても、 温帯法の施工令の改正によりまして、数字が変更となっております。エネルギーの使用量から熱量に換算する係数について、皆様が一番関係しそうなものとして、電気ですね、電気がもともと1キロワットアワーあたり9.76メガジュールという係数だったんですけれども、今回、8.64メガジュールの変更になります。 なので、電気の使用量が多い、電気の使用割合を占める、使用の割合を占めるのが大きい事業者様は、原油関酸エネルギーの使用量が1割ぐらい減るということになります。また、下の赤枠ですね、二酸化炭素の排出の係数につきましては、都市ガスおよび熱につきまして、 その使用の伴う二酸化炭素排出量の算定がです、ね、もともと一律の係数を使うことということとなっておりましたが、えっと同じようにです、ね、それぞれガスとか熱の供給事業者ごとの排出係数を用いることとなります。先ほどもお話ししました、電力係数の見直しに伴って、左のグラフですね。 電力の使用割合が多い業界につきましては、左に矢印が言っているとおり、使用量が、失礼しました、そのエネルギーの量が減るというふうに想定されます。また逆に、非化石エネルギーの使用量が多い業界、製紙業やセメント業につきましては、この原油換算にするした場合のエネルギーの使用量が増えるというふうに考えられます。3番目です。 エネルギー期限 CO2 と非エネルギー期限 CO2 につきまして、算定対象となる活動の見直しが行われております。現状の計画書や報告書では、上のです、ね、エネルギー期限二酸化炭素 CO2、ね、の排出量と、それ以外の非エネ期限です、ね、の CO2、二酸化炭素排出量を記載いただきましたが、それぞれ算定対象となる活動が変わります。 エネルギー期限 CO2 につきましては、廃棄物の熱利用、えー、失礼しました、廃棄物の燃料利用ですね、または廃棄物燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素は、もともと非エネルギー期限の CO2 の方下ですね、の方に計上しておりましたが、まあ、今回の改正によりまして、エネルギー期限、二酸化炭素上ですね、に計上することになりました。 また、廃棄物を燃料または燃料電池のように使うものに限るためにですね、廃棄物を単,純単にあの焼却した場合などにつきましては、引き続き下のです、ね、非エネルギー期限 CO2 に計上していただくという形になります。また、後ほど新しい様式などを使いまして説明させていただきます。非エネルギー期限 CO2 につきましては、温帯法の改正に伴いまして、 対象活動の追加などを行っておりますこちらはちょっと細かい変更となりますので、また後ほど説明だったりとか、ホームページに情報が載せますので、そちらをご確認いただけたらなと思います。4つ目は、非化石エネルギーの転換になります。先ほどお話ししたとおりです、ね、省エネ法の改正により、非化石エネルギーの転換っていうのが求められることになりました。 対象事業所で,です、ね、使用した電気全体に占める非化石電気につきましてその比率のです、ね、目標の設定と計画の策定実績の報告を今回お願いするものになります非化石電気というものは太陽光風力水力などによって作られた電気のことになりまして石炭や石油など通常のです、ね、化石燃料を燃やして発電された電気ではないもの が非化石電気となります例えばですねあの対象となる事業所に設置した太陽光発電で発電した電気をその事業所で使用したり小売電気事業者様がですね提供する再生可能エネルギーの電気再エネ電気ですね再エネ電気プランを選んでいただくことで再生可能エネルギー由来の電気に切り替える ことなどが、いわゆる非化石電気の活用という部分になります。また最後、5つ目ですね、電気の需要の最適化になります。電気の需要の最適化とは、ですね電力の需給逼迫のときのです、ね、電力の需給減少をですねできるだけ減らしていこうというために、ですね電力の需給状況に応じて、 デマンドレスポンスなどを行うことを言いますデマンンドレスポンスポというものはです、ね、家庭や工場などの使用電力を状況に応じて、例えば工場などに設置されました蓄電池からの放電により、電力を喪失したりすることで、電力の需給バランスを調整する取り組みのことです。 例えば太陽光などです、ね、再生可能エネルギーの過剰に再生可能エネルギーを出力した際にです、ね、そこの事業所にある機器を稼働したり蓄電池に充電することで,です、ね、電力需給を増加させるアゲデマンドレスポンス、アゲ DR です、ね、だったり電気のピーク需要のタイミングでで,す、ね、できるだけ電気を機器を使わなかったりとか電源を落とすことで 電力需要を抑える下げ DR といった取り組みがありますこちらにつきましても実施の有無について報告をいただくという形になっておりますこういった先ほど言った通おり工場など使用電力を状況に応じて電力の需給バランスを調整する取り組みという形で 今回、改正、省エネ法ですね、改正された省エネ法で,です、ね、デマンドレスポンスの普及拡大を目指すというところでありましたので、今回のこの計画導制度でも、同様に報告いただくという形になっております。こちらにつきましても、あの取り組みの具体的な中身につきましては、ちょうど詳細を説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 続いて書類の作成方法について私、常川の方からお話しさせていただきます。まず3番、今後の手続きについてご説明します。本計画書制度はご承知のとおり3年間を計画期間としておりますので、新制度の適用は次の計画期間が始まるタイミングからとします。順番にご説明します。丸1番、 R3 年度に計画書をご提出いただいた事業所におかれましては今度の7月までに R5 年度の実施状況書と新たな計画書をお出しいただきます。この時実施状況書については現行制度に基づいて新たな計画書については新制度に基づいて作成・提出いただきますようお願いいたします。 割る番、R4 年度に計画書をご提出いただいた事業所におかれましては、再来年度にお出しいただく R6 年度の実施状況書までは現行制度に基づいて、R7 年度の計画書から新制度に基づいて作成、提出いただきますようお願いいたします。最後に、今年度計画書をご提出いただいた事業所におかれましては、 しばらく現行制度が適用されます。R8 年度にお出しいただく実,実施状況書までは現行制度に基づいて、R8 年度の計画書から新制度に基づいて作成ご提出をお願いします。続きまして4番、計画書等の作成における留意点についてご説明いたします。おの上の説明と重複する部分もありますが、 実際に様式を見ながらご説明したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はじめに計画書についてご説明します。事前にお送りしました様式の1ページ目、基準算定表をご覧ください。先ほど尾上からもお話しした通り、今回の見直しにより、非化石エネルギーが報告の対象に加わります。様式が大きく変わっていますので、 注意して作成いただくようお願いいたします。都市ガス、石油系炭化水素ガス、LNG を除く天然ガスについては単位が変わっていますので、入力される際は間違いのないようにご注意ください。中段に非化石燃料の使用量を記載する欄が追加されています。この表にないもので、報告の対象に当たるものを使用された場合は、 指針や記入要領をよく読んで、その他の欄に入力をしてください電気の使用量を記載する欄が細分化されています中部電力以外からの回電は、その他に記入していただき電気事業者ごとの排出係数を入力してください 今回の見直しにより PPA や再生可能エネルギー由来の自家発電についても報告の対象となります。該当の欄に使用量を入力してください。都市ガス及び熱の二酸化炭素排出係数は、今後は電気と同様に供給事業者ごとの係数を使用してください。事業者別の排出係数が環境省、計算省から公表される予定です。 続いて、計画書の変更点についてご説明します。様式の6ページ目をご覧ください。指針第1号様式、4番、温室効果ガスの排出の状況に、非エネルギー期限の温室効果ガスの排出の状況を計上する項目があります。温帯法が改正され、対象となる排出活動が変更されています。 先ほども尾上からご説明しましたが、これまで廃棄物の原燃料使用に伴う二酸化炭素は非エネルギー期限に計上していただいていましたが、今回の見直しによりエネルギー期限に変更になります。その他にも変更点がいくつかありますので、指針や記入要領をよく読んで作成していただくようお願いいたします。様式の8ページ目をご覧ください。 6番、温室効果ガスの排出の抑制等にかかる措置に、過去2番、非化石エネルギーへの転換に関する項目が追加されます。ここでは、非化石電気に関する目標を設定していただきます。2030年度における、使用電気全体に占める非化石電気の目標を設定してください。この時、系統電気の 利化石証書の使用状況を考慮して目標を設定するようにしてください。利化石証書の使用状況について次のスライドで簡単にご説明します。利化石証書の使用状況はそれぞれ小売電気事業者ごとに毎年実績値を算出し、ホームページなどで公表しています。一例として、 中部電力未来図の非化石証書使用状況を紹介します。現在、中部電力未来図のホームページでは、2020年2年度実績値が公表されており、この場合、非化石証書の使用状況は4%となります。詳しい計算方法については、また後ほどご説明します。二番、実施状況書の作成についてです。 様式9ページ目の算定表をご覧ください。基本的に変更点は基準算定表と同様です。都市ガス、石油系炭化水素ガス、LNG を除く天然ガスについては単位が変わっていますのでご注意ください。こちらも中段に非化石燃料の使用量を記載する欄が追加されています。 なお、係数については、これまで通り、計画期間中は固定で使用していただくようお願いします。続いて、少し飛びますが、様式16ページ目、指針第2号様式の6、括弧2をご覧ください。計画書と同様、非化石エネルギーの転換に関する項目を追加します。 あ、系統電気における非化石証書の使用状況には当該年度に電気を購入された電気事業者の非化石証書の使用状況を入力してください。複数の電気事業者から購入された場合はそれらの平均値を入力してください。非化石電気の使用状況を入力すると下の非化石電気の使用状況が自動計算されます。 今ご説明したあ、非化石電気の使用状況については、入力は任意ですが、計画書において2030年度の目標を設定された事業者については、必ずこちらを入力するようにしてください。作成支援ファイルを使っていただくと、先ほどの非化石電気の使用状況は自動で計算されますが、 参考に計算方法をご説明します。まず、系統電気についてです。例えば、電気事業者から 1000kW の電気を調達し、その電気事業者の非化石証書の使用状況が40%の場合、電気使用量 1000kW に全電源平均係数である8.64と、非化石証書使用状況の40%をかけます。 残りの60%分に全電源平均係数と固定値であるフィット非化石証書売れ残り分の13%を掛け合わせたものを足し合わせると、系統電気における非化石電気使用量が算出されます。非化石電気の証書等を購入された場合も、非化石電気の見なし使用量として計上します。 次に自家発電についてです。例えば、自家発電機で 1000kW 発電して使用した場合、電気使用量 1000kW に全電源平均係数8.64をかけ、さらに補正係数である1.2を掛け合わせることで、自家石電気使用量が算出されます。自家石電気の算出にあたって、 需要家自らが非化石電源の拡大に取り組むものである場合は、補正ケース、いわゆる重み付けの1.2を上ずるものとします。例えば、自家発再エネ設備や、オンサイト型 PPA などがこれに該当します。先ほどのスライドの、系統電気における非化石電気使用量と、自家発電などにおける 非化石電気使用量を足し合わせたものが、事業者としての非化石電気の使用状況となります。次に、みなしの削減量についてご説明します。現行制度でみなしの削減量の対象としていた再生可能エネルギーの他社への供給は、みなしの削減量の対象から除外します。 非化石エネルギーの利用分については、みなしの削減量として総裁されます。ただし、二酸化炭素排出係数が設定されているものに限ります。未利用エネルギーを利用した電力または熱の他社への供給は、引き続きみなしの削減量の対象とします。環境価値、クレジット等の購入分は、 引き続き、みなしの削減量の対象とします。実際の様式を見ながらご説明します。先ほどと同じページですが、指針第2号様式、6括弧に E2、非化石エネルギーの利用状況として、非化石エネルギー使用量と温室効果ガス換算量の項目が追加されます。 ここは算定表から自動で計算されます。さらに、6括弧3、6括弧4に該当するものがあれば、先ほどの括弧2と合計したみなしの削減量が自動で計算されます。最後に、電気の需要,需要の最適化に資する措置についてご説明します。同じく16ページ目。 指針第2号様式 6, 6をご覧ください。ここでは、デマンドレスポンスを実施した日数をお書きください。小売電気事業者やアグリゲーターなどによる DR 指令に基づく DR だけでなく、 事業者自身が電気の受給状況等を確認して自主的に行う DR も実施日数としてカウントすることができます。ただし、受給逼迫時の上げ DR や出力制御時の下げ DR はカウント対象外となります。スライダーのカウントイメージでは DR 実施日数は9日となります。 5番、その他です。様式の入手方法ですがこれまでと同様に様式記入要領等については各年度の4月上旬までに名古屋市公式ウェブサイトに掲載します使用する係数等が届出年度によって異なりますので必ず該当の年度の様式記入要領を利用してください 最後に省エネコミュニケーションについてご紹介します。本市では省エネルギーの専門的な知識を有した省エネルギー指導員が計画書制度対象事業者を順次訪問し省エネに関する意見交換、助言などを行う省エネコミュニケーションを実施しています。事業者の皆様におかれましてはいつもご協力いただきありがとうございます。後ほど省エネルギー指導員より この省エネコミュニケーションを通じて収集した情報や提供したい知識をお伝えする時間を設けています。こちらはおおむね3年に一度訪問していますが、ご要望があればその都度ご相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。私からの説明は以上となります。それでは これまでの内容について、いくつか質問をいただいていますので、順番に回答させていただきます、えー、環境局脱炭素社会推進課の尾上です。えー、と一つ目の質問がありまして、えー、と資料、今回のこれ、流しております資料につきまして、えー、欲しいという話がありましたので、えー、とそちらにつきましては、えー、とまた終了後ですね、あの中道と確認でき第 え申し込みがあった方たち、えー、申し込み、今回のこの説明会に申し込みいただいた際に、あのメールアドレスの方にですね、えに、ー、資料の方を送らせていただきますので、よろしくお願いします。また、後日ですね、あの今回のこの計画書の様式と合わせてです、ね、まあ、ホームページとかとに,もあのにもアップ、名古屋市のホームページの方にもアップする予定ですので、そちらの方で確認いただければなと思います。 また、あの非稼ぎ電気の導入割合あの、目標が任意かどうかというところなんですけどこちら、の任意になりますので、えーと、やっぱり設定が難しいだったりとか、例えば事業所の、まあ、屋根がこう狭くて、なかなか体力を置けないとかですね、えー、いった場合などを、まあ、ご検討いただきまして、えー、とあの設定して、に、えー、ついて検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そろそろお時間が参りましたので、質疑応答は以上とさせていただきます。 まだまだご質問いただいておりますので、回答しきれなかったご質問につきましては、後日、メールにて回答をいたしますので、ご了承ください。続きまして、最新の省エネ事例について、省エネルギー指導員の湯浅よりお話しさせていただきます。こちらも質問がございましたら、随時チャットにてお寄せください。えー、皆さん、こんにちはあの。省エネルギー指導員の湯浅と申します。 私からは、えー、省エネコミュニケーションを通じて、皆様から提供された情報などから、えー、最新の省エネ事例についてご説明をさせていただきます。<laughs> えー、本日のテーマは、えー、カーボンニュートラル実現に向けて、それから2番目が省エネコミュニケーションの最新事例、3番目が具体的な省エネアイデア、 というふうふになっております。えー、最初はですね、うんえー、カーボンニュートラルに向けて、今、何をやるかということをご説明しております。えー、2050年というのは、これはまだだいぶ先の話ですが、えー、中間目標の2030年、これは6年,前で6年先でございます。今すぐ着手しないと間に合いません。うん で何をやるかということなんですが、うんえー、まず主要なエネルギー消費設備について、うん、現状のエネルギー使用量を把握するとで。場合によっては、メーターを追加する必要があるということになるかもしれません。うん、から、エネルギー使用量の多い設備については、えー、重点的に省エネ対策を検討実施していただくと。うん、それから、うん、更新。 から運用改善、こういうもので大幅な省エネ、CO2 改善が困難な場合には、太陽光発電設備の導入ですとか、CO2 フリー電力の購入などを検討していただくということになるかと思います。 建物を含めて総合的に省エネ改修し、えーうん、ゼブレディレベルの省エネビルを実現していただくということが、えー、非常にいいことになると思います。でこれについては、補助金などの活用も可能でございます。でこれからは。うん 私どもが省エネコミュニケーションにお伺いをして得られた情報、最新の事例8例をご紹介いたします。時間の関係で一部しかご紹介できませんが、多くの事業所でさまざまな省エネの取り組みがなされておりました。まず、良い事例。こうですね のですえー、建築後20年以上経過して、えー、熱源設備などの老朽化に合わせてカーボンニュートラルを、えー、目指して全面的な改修を行われました、えー、最も大事なことは熱源などを含めた宇宙方式のゼロベースでの見直しでございます、えー、20年間の社会環境の変化だから設備機器の技術向上 商品開発等の現状を、えー、総合的に判断されての計画でございました。でまず、えー、ガス吸収式冷温水器の中央熱源を、えー、空冷ヒートポンプチラーに変更されました。でこの際、えー、能力の過剰な余裕を見直して、 熱源容量の最適化を行っていますまたオフィス部分は可能な限り EHP や GHP という個別エアコン化をされていますこの結果エネルギー消費減単位従来1 7 0 0ール平米であったものが1 2 0 0ールパー平米と ということで大幅に削減をされております、うん、これに加えて、ですねこのビルでは2022年度に電力の50%を CO2 フリー電力に切り替えられました。うん、CO2 排出量で見ると、2013年の1715トンが、2022年は622トン。 64%減となっておりすでに国の中間目標を実質的にクリアした状況になっております、うんえー、次が良い事例の2です店舗、うん、の空調これがあのガス吸収式冷温水器の中央式熱源でしたがこれの老朽化に伴ってえ通常であれば同一方式 同一容量で置き換えとなるところを、えー、全面的に電気方式のビルマルチに置き換えられました外気供給も空冷の外気処理エアコンというふうになっておりますで通常ガスを全面的に電気に変えると契約電力の増加だとか電気使用量の大幅増というのが えーまあ、推定されるわけですけども、この事例の場合はですね、ガス吸収式の都市ガスがゼロになったのに加えて、電気使用量も10%程度削減されております、えー。契約電力の増加もありませんでした。えー、ちょっと我々の従来の考えから、ずいぶん変わった成果が現れたということであります。うん さらに冷却灯で使っていた水量もぜ水道もゼロになっております、うん、え次が事例3です良い事例の3ですでこのホテルは全客室の窓の内側に内窓を設置して えー、空調負荷の削減を行い蒸気吸収式冷凍機とボイラーによる中央式熱源で動かしていた客室のファンコイルを個別水熱源ヒートポンプに更新して省エネと遮音性の向上が達成されました。から良い事例のののででですす、えー、大規模工工場場省エネ対策ですがこの工場では プロセオン排水から排熱回収を行って都市ガス換算で約46万粒に相当する省エネ効果を得られております。からまた、県気排水処理から発生するバイオガスをボイラ燃料に利用して都市ガス55万粒に相当する省エネ効果を得られています。えー、温排水からの排熱回収というのは 国の方針でも推奨されている技術でありますこれは良い事例の5ですね、うんえー、この工場では金属の熱処理炉にリゼネバーナーを採用して35%程度以上の燃料削減を行ったということに加えて 自社開発のラジアントチューブバーナーの排気口付近に熱交換器を設けて、うん、同様に大幅な燃料削減を達成されましたまたこの工場では2022年度に電力の21%を CO2 フリー電力とされていますえ例は 4年度に計画書対象の400事業所のうち35事業所で CO2 フリー電力が採用され合計で約13万トンの CO2 削減効果が得られております、えー、最近ではインターネットに掲載されたテナントビルのテナント募集案内に再生可能エネルギー使用ビルと記載された事例も見られます カーボンニュートラルに関するテナントの関心も高まっているようであります、えー、残念な事例の位置 <laughs> 1まあちょっと言葉はあれですが <laughs> ある大学で、えー、熱源の老化更新を行った際の事例ですで、この大学では現状と同機種同容量の単純置き換えで更新をされました えー、機器の効率向上分の数パーセントの省、えー、エネはあったかもしれませんが、事例1と同じようにゼロベースで見,見直すべきでした。我々はそう思っておりますで。容量の見直しや機種変更を行えば、数十パーセントの省エネ効果が得られたはずです。それから次が、まあ、検証や研究が必要な事例。 ということで、これはあの小型寒流ボイラーを設置して発生した蒸気で工場内で低温の加熱を行うえプロセスに共通する難点であります。えー、蒸気を長距離輸送しており配管の放熱が非常に大きい。だからドレンが回収されておらず現場で排水されている。うん ままたボイラー負荷率が一般的にに低く頻繁に発停止を行っておりますでこういう時にはここに書いておりますようなパージ損失ですとか、えー、艦隊の放熱こういうものの割合が非常に高まってきて加熱効率は最大で熱損失50%ぐらいに及ぶというような、まあ、意見もあるぐらいですから。 ボイラーのによる加熱というものについてはよく、まあ、もう少し研究、検証が必要ではないかということであります。で、それに際しては、熱収支図というのを配管系統に沿って作成してみると、重点が絞り込めるのではないかなというふうに考えております。それから、うんえー、高ジェネの消耗。 総合効率管理、これがまあ検証や研究が必要な事例の2として挙げておりますが高、うん、ジェネというのは排熱利用に関して適切な管理ができないと逆に過剰なエネルギーを消費してしまいます。商業施設の例では排熱の有効利用がうまくいかずに運転時間やタイミングについて現場の管理員の方が各種の工夫をされて ガス使用量は当初からかなり削減しておりました。えー、しかしそ、うんまあそ、その後、設備が非常に老朽化してきたということで、思い切って設備を廃止されましたら、エネルギー原体が大きく改善され、CO2 排出量は当初の52%減というぐらいになっております。それからもう一例は、まあ大型工場の例ですけど、 工場値が故障したといって、故障期間中に我々に上がってきた実施状況報告書で、原単位が改善をしておったということで、これについては我々も、えー、こんなことがあるのかなというふうに思ったぐらいなんですけれども、工場値については、熱の有効利用ということをやっぱり徹底的に検証、研究を行うということが重要かなというふうに思います。うん でここに業務用ビルの具体的な省エネアイディア、それから工場で利用可能な具体的な省エネアイディアというものをまあ表に提示しておりますので、後でご覧くださいで。ここでいずれも経営者の方針明示ということにちょっと色を変えておりますけど、うんえー、カーボンニュートラル。 ということになると、やはり経営者レベルの方針提示というものが明確に行われるということが非常に重要になります。組織図みたいなものにも、やっぱり経営層をトップにいただくということが非常に大事になるかな。で企業によっては、カーボンニュートラル推進のための専任組織を設置して活動を開始された事例もあります。 この表の明かりで示した項目について、以下に省エネの方法とその効果を説明いたします。まず最初がコロナ対策で増加した換気量の見直しについてです。3密回避のために窓開けなどの状態でエアコンを運転して、電気やガスが増加したと。 いう報告がいくつかありました窓開け換気は非常に大きな外気流入量となります <laughs> で、えー、ビル間法という法律があってまあビルの場合はですねこういうふうに CO2 がんより 1000ppm というような基準が決められておりますのでまあ CO2 濃度 850ppm 以下であれば換気不良過剰と いうふうに考えてもいいのではないかなというふうに思います。うん、で、<laughs> 室内環境を維持するための環境はビル管法で定められておるんですが、この換気というのは実は冷暖房のエネルギーを増やします。で、これは空調エネルギーの約30%を占めるというふうに言われております。で、コロナ禍で増加した換気量というのは、 さらにこの外気負荷を増加させているという可能性があるわけです、うんえー、通常の必要換気量は材質人員1人当たり毎時30粒ベ程度でいいというふうに言われておりますので材質人員から換気量の目安をつけることができますでこ このスライドに書いてありますように、室内の実際の現状の CO2 CO 濃度と、それから外気の CO2 濃度、それから目標とする CO2 濃度から、えー、現状からどのくらい外気を削減できるかという計算ができるようになっておりまして、 室内濃度 600ppm を 850ppm まで上昇させるという場合には、現状の外気から大体58%ぐらいです外気量を削減することができる。で、それによって空調の外気負荷が削減して、エアコンの電力が削減されるというふうになります。<laughs> えーまあ、6600平米、大体1万平米ぐらいのビルですが、これで。 えー、冷房で1万7000キロワットは、暖房で19000キロワットーぐらいの電力削減が見込みます。えー、電熱交換器で換気をやっている場合は、これの大体40%ぐらいの、えー、電力削減効果になりますで。具体的なイメージはこういうことですね。825平米、えーうん、さっきのビルのワンフロア分ぐらいですが、これを。 えー、600ppm から 850ppm に近づけて運転をいたしますと、約1フロアで 4550kWh 年の外気付加処理電力量が削減できると。まあ、金額にして約14万円ぐらいと。換気扇コントローラーというものを販売されていますので、こういうものを設置すると。えー CO2 濃度の管理が非常に容易にできるということになります。<laughs> エアコンの省エネで、まず個別空調についてご説明いたします。電気の個別エアコン、いわゆるビルマルチと、全熱交換換気のこれの組み合わせというのは、 中規模ビルなどでは最も高効率な空調システムです。15年以上経過したエアコンを最新型に更新すると40%程度の電力削減が見込みます。配管は既存が利用できるので、工事も簡単です。で、エアコンの能力選定が過剰な場合、効率が低下するので、 専門家の協力を得て能力の最適化も検討するといいでしょう。それから、古いエアコンにはオゾン層破壊係数の高い冷媒が使われているので、まあ、更新を急ぎましょう。それから、エネルギー消費効率の APF とこういう数字についても関心を持って 危、えー、機器選定を行ってください。そ、うん、れから、えー、個別エアコンの具体的な省エネアイデア、うん、まあこういうものがありますということで、室外機の設置方法についても意識をしてください。それから、えー、代理店などの協力を得て、 取り扱い説明書をよく読み、標準付属機能を活用して省エネやデマンド抑制を図りましょう。ここらに室外機の設置方法でどのくらい電力消費が変わるかという,ようなことを書いております。うん、中央式熱源空調の省エネアイデアです。熱源の冷水水出口水温を 中間期などの負荷、えー、の軽い時期に上昇させますと比較的まとまった、えー、電力や燃料の削減効果が見込みます。それからあと、えー、ポンプ、これの、えー、インバータ制御、それからまあ細かいことですが、部長運転終了時の30分ほど前に熱源を停止して、 配管内に残った冷温熱を使い切るなどの省エネ対策もあるかと思います。で、えー、やはり照明の LED 化が進みますと、空調負荷、冷房負荷はかなり減ってくるようです。うんえー、このように、ま、この表をちょっと細かい説明を省きますが、 えー、冷水出口温度を下げれば下げるだけ、えー、上げれば上げるだけ、えー、燃料消費量が減ります。吸、え、収、ー、式冷温水域も同じです。冷水出口温度を9度にしますと、だいたい7度 C の時から約6%ぐらい、えー、ガス消費量が減るというデータがございます。<laughs> これが、えー、具体的な、えー、資産例です、まあ。ガス吸収式で、えー、大体ガス量760リューベぐらい年間で削減できるというようなことでございます。<laughs> えー、照明の LED 化について、えー、ご LED 化についてご説明をします、えー。カーボンニュートラルを考えますと、照明の LED 化これはもう前提条件となります。水銀灯も えー、蛍光灯も製造や輸出入が禁止されますで。更新検討の際には、うん、既存の蛍光灯器具に LED 管を装着するという方法は避けるべきです。一体型の器具は非常に効率が高いです。だから、ルーメン数これは、えーま、ランプの光の量を表す数字です。うん で、蛍光灯で6000ルーメンという器具を使ってた場合には、LED であれば4000ルーメンの、えー、器具を選べばほぼ同一の明るさが得られるということになります。うんえー、ここに具体的な LED と蛍 蛍光灯、まあ、どのくらい違うかというのをちょっと試算をしておりますが、うん、蛍光灯のままやっておりますと、大体3万8250キロワットアワーが LED に達しますと1万1250十非常に電力が減って、まあ、投資回収期間約5年未満で、大、え、き、ー、<coughs> な CO2 削減効果が得られる。で、ラ、まあ、あ <coughs> ンプ交換費用も減ります、長寿命ですから。 でえー、同じように誘導灯というのがありますが、これも蛍光灯光源のものはできるだけ早期に LED 型に更新をするといいと思います。えー、ボイラーの省エネアイディアですで。ボイラーについては、えー、空気比というものを、えー、チェックをして、 このような計算式で求められるものですがこれをできるだけ低めに維持するということで、えー、省エネ効果が得られます。で、まあ、年に12回ボイラーの点検があるので業者さんに空気比を確認してみてください。で、えー、燃焼調整の際に空気の量を可能な範囲で絞ってもらえばよいわです。 えー、具体的な例でどのくらい違うか、まあ、年間3万6千リュー米ぐらい炊いておるボイラーであれば年間940ー米ぐらいの、えー、ガス量削減が可能になるということであります、うんえー、空気比が8.5の,のものを、まあ、1.3となるように、まあ、調整をした場合ですけどね、うん、それからまあ 工場で非常に事例の多いコンプレッサーの件です。まず、エアの過剰使用、これにまあ留意をしていただきたいということで、まあ、エアについては工場の、まあえー、従業員さんの場合、もうただのような感覚で無駄遣いをされている事例が3件をされますということで、コンプレッサーの省エネをやる場合には、 まず、一定速のコンプレッサー、まあ、旧型のコンプレッサーはインバーター内蔵型のコンプレッサーに更新をすると。それから複数台コンプレッサーがある場合には台数制御を追加すると。こういうことで大幅な省エネ効果があります。それからもう一つは圧力設定を適正化するということで、一般的な機械は全部0.5メガパスカル程度で浮動できますので、 えー、送り出した圧力を、まあ、これに見合う圧力に低下をさせるということで省エネを測ることができます。うん、一般的に0.1メガパスカル圧力を下げますと消費電力が8%程度削減できる。これはもう設備投資なしでやれる省エネアイデアでございます。うん、それからあとエア漏れの防止ということで、えー、エア漏れの結果 をやって対応をするとで超音波等を利用した建築は比較的入手しやすい価格で販売をされております。それからあとコンプレッサー室の換気、これについても注意していただかないと吸い込み温度が上昇しますとコンプレッサーの効率が下がりますということで。<laughs> まあ最近はコンプレッサーの電力が非常に大きな割合を占める工場がありますので、コンプレッサーについては注目をして省エネを測っていただきたいと思います。えー、具体的に事例としては、まあ、こういう感じで、スクリューの37キロが3台あった場合にこのくらいの省エネ効果が得られますということであります。ま具体的な省エネアイデアとしてインバータ。インバータは最も有効な。 省エネアイデアでありまして、えーまあ、エアコンの必要能力が夜と昼で大きく異なるように装置の負荷っていうのは常に変化をしておりますで小さな負荷の時は小さい負荷で運転すると効果的ですということで、まあ、インバーターはモーターに供給する電,力電気の周波数を変化させて回転数を上げ下げする装置ですで回転数を 10%下げると出力が大体25%ぐらい減るということで次の画面でインバータのイメージをお話をします、えー、通常どのような装置ファンとかポンプというのは必ずワンランクツーランク大きめで選定をされておりますこれはもうその実際の使われ方がわからないので、えー どうしても余裕を見てしまうで。余裕がありすぎると流れすぎ、勢い強すぎということで非常に使いづらいんでバルブやダンパーというものでここで絞って適量適圧というような使い方をしておるわけですね。ところがここで非常に大きなやっぱエネルギー損失が発生をしておると。でそれをインバーターでモーターの周波数を変えて いかにも小型ポンプになったような特性で運転をいたしますと、ダンパーやバルブを除いて適量適圧ができるということが、まあ、イメージです。で、えー、こういうふうな、えー、ように、えー、回転数の変化が 1>, 1割、一から1割減のとき0.729わいる3乗で電動機の入力が変化をしていくということで、まあ、こういうふうな非常に大きな省エネ効果が得られるということであります。でインバータについては省エネ補助金を、えー、活用できる可能性もあります。でインバータを、まあえー、冷却水ポンプで。 適用した場合、どのくらい電力が減るかということですが、軸動力が大体従来100%だったものが65.4%ぐらいになって、大体電力で 7600kWh ぐらい年間削減できるんではないかなということです。それから、具体的な省エネアイデアとして、 変圧器、これがあります。で、変圧器というのは、実は、えー、ある無負荷損失というのがございましたより、負荷がつながってなくても発生する損失というのがあります。で、これは従来の2000年以前の変圧器ですと、大体いい300キロで8000キロワットワーぐらいの損失があります。だから500キロだと1 1200ぐらいの 電力損失ありますこれはもうどうしようもない損失なんですが、えー、これをトップランナー変圧期2014年というものに更新をいたしますと無負荷損が大幅に減って55%ぐらい確実に電力が減少します。でまあ付加損も合わせて減りますので非常に大きな省エネ削減効果があり変圧期の場合は30年間ぐらいに 当たってこの省エネ効果がずっと継続して得られますので、非常に大きな省エネ投資ということになるかなと思います。うん、で次が、えーまあ、先ほどからも申し上げておりますけど、再生可能エネルギーをどう使うかということで、まず省エネを徹底的にやる、今ご説明したような省エネ を徹底的にやった上で、それから設備を回収した上で、再エネの利用を拡大をするということが、カーボンニュートラルへのもう基本的な道だということになります。でまず、工場、事業所で使える再エネというのは、太陽光発電電力になります。うん、で、まず、屋根の面積ですとか強度、それからまあこういうものを専門業者に診断を依頼して、 えー、設置方法とか傾斜角度、これを最適化すると。で停電時、自立運転機能、能、ま、登、あ、半島地震ではありませんけど、停電時にやっぱ電力が使いるというのは非常に有利ですから、自立運転機能を活用すると。だからまあ、土日は使えないよということであれば、売電も可能ですで、えー。規模がある程度大きく100キロワット以上で、まあ、20年以上の 稼働が見込めるのであれば、専門事業者の PPA モデルというのを採用して、非常に有利に再生可能エネルギー太陽光電力を使うことができます。PPA モデルというのはこういうものです。うん、初期投資ゼロで太陽光発電の電力を利用できる、まあ、PPA モデル。で、えーまあ、皆さんのような需要家が PPA 事業者に屋根等のスペースを提供して、PPA 事業者が太陽光発電設備を自己費用で設置して、運用保守も行うというものであります。で、えー、事業者は、需要家は、えー、PPA 事業者に電気料金のみを払うということで、えー、停電時にも電気が使用でき、電気代も 通常の電気料金よりはやや有利になる可能性もあるということでございます。でまあ、こういうふうに再生可能エネルギーは太陽光発電をどのように使うかということで、えーまあ、省エネと合わせて、えー、次に考える内容となると思います。で <laughs> 以上、省エネについてご説明をいたしましたが、2050年カーボンニュートラルということで、我慢の省エネや運用管理の工夫で得られる CO2 削減効果は数です。やはり抜本的なリルの税負化などの費用をかけて、技術的に検討し、裏付けのある省エネが望まれるようになりますで。事業者としてもエネルギー管理の情報を把握し、 知識を習得し、メーカーや業者任せでない省エネ対策が望まれます、えー、出さずに済むはずの CO2 を減らしていただきたいと思います、えー、名古屋市としても、えー、情報提供などを続ける予定ですご清聴ありがとうございましたそれでは、ただいまの内容についてご質問はございますでしょうか ございましたらチャットにてご投稿をお願いします。それでは少しお時間がまだあと5分ほどありますので、前半部分でいただいていたご質問について、回答しきれなかった部分についてご回答をさせていただきます。まず、あの CO2 フリー電力を契約した場合、 は排出係数はそのままで、非化石電気の比率が100%になるという認識でよいかというご質問をいただいておりまして、えっと、CO2 フェリー電力をご購入された場合は、これまで通り、算定表には排出係数0とご記入いただきまして、その上で非化石電気の比率は100%になるという認識でお間違いはありません。 あともう一つ、えーと、DR の実施日数についてご質問をいただいています。えー、DR を実施,したし実施したと判断する基準は何かというふうにお問い合わせをいただいておりますが、あのこ,れこれにつきましては、具体的な基準というのは設けていないので、何時間以上した場合とかいうのは特にないので、あの自己判断で、 えと具体的には日数をカウントをしていただく形になるので、1時間でも DR を実施していただいた場合は、1日というふうにカウントをしていただきたいと思います。それでは以上をもちまして、本日の説明会を終了させていただきます。 事前にお送りしていますロゴフォームにてアンケートの回答にご協力いただきますようお願いいたします。追加の質問につきましてもそちらで記載欄がございますのでそちらでも受け付けています。長時間にわたりご拝聴いただきありがとうございました。